2年生の時には僕たちも3年に入ってからそのユース代表に選ばれて満足しちゃった。でさらにちょっと天狗になりましたね。どこでもいいから日本リーグでサッカーも続けたいんでっていう、それはそれで夢中にやってましたね。最後の年、3年目のはっきりとは言われてなかったですけど、12月にもう廃部になる。まあしょうがないなって結構さらっとしてましたね、僕は。あんまり考えてサッカーしてなかった時代ですから。J ができて1年目、行きたいな、プロになりたいっていう思いはありましたね。やっぱりサッカーはしたい。天狗ではあるけど。プロ契約でした。プロ契約になれるっていう憧れもありますよね。1年近くサッカーを離れることで気づけた、生まれて今までの間に出会った人に助けてもらったことは多々あると思うんでね。6、7ぐらいだったと思います。新潟の時に気づいたっていう。一回辞めてる人間だし、いろんなカテゴリーでプレーしましたからね。木寺浩一です。一番の問題児って今までで誰でしたかって聞いたらしいんですね。そしたら僕だったらしいんですけど、殴られましたよ。怒鳴られたり走らされたり。本当に大山先生って苦労しただろうなっていうか。